同盟さんこんばんは。今また週末のセールでですね、いろんなアイテムが出てるんですけども、ちょっとですね、作業場の方でハイラーク出てるんで、ちょっとあと5分しかないんですけど、素材をですね、素材が結構もうあともう少しっていう感じなんで、また素材でいけたらちょっといいので、これをこれちょっと161お来ました、来ました来ました、うっめっちゃ早かったですね、めっちゃ早かったですね。いやーよかったよかったよかった。ちょっとこれこんなにいらないんで、おっ、ああ行こう行こう。まあこれもまあとりあえず、あとは銀の車が5つですね。おー早かったですね。まあただ銀の車がいつ出るかというところなんですけども、出ない。何個来た。お、4つ来ました。これ、もういけるんじゃないですか。おー、行けましたよ。行きましたね。今回はですね、ダイヤ200個ぐらいですかね。まあ、だいぶ、節約には なったんですけど。はい、作ります。あー、そうか。素材入れなんですね。安定の催眠ガスでいいかなと思うんですけど、2個しかなかったですね。あ、これは結構、豪華なアイテム入れないとダメなようですね。飛行機これ入れた一発、ちょっともったいないですけどね。ちょっともうこれ入れるしかないですね。これ1個でいけると思うんで。あ、ちょっと待ってください。これやったら3人ガス抜いてもいいのかな。ああもう危な、もったいないことになるところでしたね。とうとうハイラークゲットしました。まあこれですね、オステオ X 中、これ戦術的って書いてるのがどんななんかすごい気になるんですけど、これドーファンもこれ VIP レベル3なんですね。まあ、これはちょっともうムービーマネーが止まってるので、またいつか、まあこれはまあハイバリューでも出るんですけど、まあ、そんな、まあ、ちょっと色の紹介ができるかなっていうぐらいですかね。はい、これクロスカントリー仕様というのですね。道路と水の上と両方行けるということですね。でジャンプ可能と。まあ、あのバンスバギーの動画の時にですね、これも出てまして、これもすごい気になるんですけどと言わせてもらってたんですけど。お、こんな色ですか。おー。あ、なるほど。あ、これ結構、かっこいい色しますね。スピリットの雰囲気がちょっと出ますね、これは。ああ。はいはいはい。ちょっとこの黄色は、普通の、まあ普通の車ではないですけど、いや、ちょっとこれがいいんじゃないですか、やっぱり。これでいきましょうか。ほう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 。あ、これ。なるほど。一応このタイヤの部分は、向き的には一応、なんかこっちの方ではですね、
角度がこうほらこう内側向いてるじゃないですか。だから常にこういう感じなんかなと思ったんですけど、これはまあ飛んでる時ですかね。通常時はこう横向いてるような感じですか。おおーすごいすごいすごい。あ、なるほど、もう乗った時点で向きが変わるんですね。おお、なるほど、はいはいはい。じゃあもうこれはもうタイヤではないと。なんかこれなんか乗る時なんかなんか押してますよこれ。なんかすごいこんなん普通他の車やったらならないですよね。やっぱこれはこう浮くからかなんかこう軽い、普通こうじゃないですか。これだけなんかすごいなんかこうツンとこうああなるほど。バックがめっちゃ遅いですねこれ。ああバックはすごい遅いね。じゃあちょっと待ってくださいね。これそういえばあのスピード的なとこ見てなかったですね。170キロ、だいぶ遅いですね。加速も 5.56 っていうのはもうこれだいぶ遅いですね。はい、よし、じゃあ飛びますよ。おお、なんていうかハンドリングもなんか重ためですね。ハンドリングも重ためと。でまあ浮いてるんで、まあスピードが出してる状態でギュッて曲がるのもちょっと難しいかも。あーまあまあまあそれなりにはいけるかもしれないですね。よし、これを渡りましょうか。おお、いいですね。はい。いやー今の良くなかったですね、全然。良くなかったですね。水の上で飛んだら、水の上で飛んだら結構いいんかもしれないですね、これ。だからこの前そのウェーブチェイサーでやりたかった、ここでこう、あちょっと俺石が、あ間に合い間に合い、いけ、よしよし、あここで行きますね。よしよし、ちょっと、ボロボロになってきちゃいましたね。ギガワットの時にやるの忘れてたんですけど、まあこういうので、使った場合にその時に配達した色に変わった感じなので、ちょっとですね色を変えようかなと思います。このワインレッドいきましょうか。ワインレッドこれで中止するとすれば、はい、色が変わりました。で、もちろん、ね、回復するということで。まあ、こう、斜めから見たときはかっこいいんですけど、この、なんか、上の、このなんか、穴が気持ち悪いですね。上の穴がちょっと、あ、ほんで、この、なんていうか、マフラーの、なんか、光というか、みたいなのは、色変わってないっぽいですね。特には。うん。なんか、ピンクっぽい色、どっちも。
ああでもなんかこういうところやったらなんか運転しやすいんですかね。意外と曲がるんですかね。あ、そうかそうか。まあでもスピードがそんな出てないんで、まあ、何かにこう使うと、いうこと、ね、できないかなと思うんですけど、じゃあ何しましょうか。まあでも慣れてきたらあれですね、結構運転もそれなりに暴走できるというか、ここの部分で多いんですよ、これ。おい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 あこれ何ですか、これパトカーに渡っても大丈夫なんですかね。これ全然反応しないですよ。え、なんで。もうちょっと力強く渡ってみましょうか。あれ、そう、これがおかしいんですかね、こいつが。ああ、はい、軽く当たる感じでは当たってないっていう風に捉えられるんですかね。ちょっとよくわからないですけど、あー、これちょっと坂登るのだいぶ遅いですね。これ坂登るの遅いですね、これ。まあ、いつもあそこ道の上に落ちようとするんですけど、ちょっと今回はこっちで。おお、すごい、すごい、おお、すごい、すごい、すごい、うわ、え、ダメージ受けてなかったんじゃないですか今。じゃあもう一回色を変えたいと思います。次はですね、なんて言ったらいいんですかね、この色は。ロボットみたいないそうなんですけど、あー、やばいやばい、足が、やばい、足が。ほうほう、あ、全部ピンク色ですね。全部ピンク色ですよ、これ。バンスバギーと違って、その着地の時は、まあ、浮く車なんで、こうふわっとこうふわっと着地しますね。ちょっとバンスバギーがその自らのジャンプで着地した時にダメージを受けてたかっていうのはちょっと忘れちゃったんですけど、さていつものところにやってきました。よし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 、オッケー、さあ行きましょう。さあ向こう
攻撃しまで。さあ、どこまでいけるか。ああ、ちょっと。まあ、あれですね。こう高くジャンプをすれば、後ろから出てるこのキラキラが、まあ、綺麗と。これ、いつやったらこれ、昼間になるんですか。ずっとあれですね。夜のまんまですね。強制的に昼間にしてもいいんですけど。ここで、あ、無理か、これ。これ通れない場合は、こっちに、こういうこと。こう行ってから、どこや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 、どこどこ、どこどこ、どこ。僕のツイッター見てくれてる方は、ちょっと知ってると思うんですけど、ここら辺でですね、警察がなんかぐる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 回るバグが起こったんですけど、まあそれはですね、さすがにちょっと YouTube に載せるのはちょっと弱いなという感じやったんで、その Twitter の方にちょっと動画を上げてみたんですけど、ちょっとこれアップすぎませんか？これ、なんかこれあれですね、なんか人面カメムシの頭、人面カメムシみたいですね、これ。すごいですよ、これ。おぉ。人面カメムシの頭ですね、今の。とりあえず、昼間に変えまして。すごいと思ったけど、これすごいと思ったけど、あ、すごい、これ逆から行ったらこれ車いてないじゃないですか。え、すごい、え、車がいてない。こんなんなるんですね。ラバーネッカーをやると、昼になるので、逆に夜にしたい時ですね、ラッシュアワーをやれば、夜にすることができるんですけども、一応盗難車販売見ときましょうか。7万じゃないですか。7万1500やった。これちょうど10分の1ぐらいですか。こんなん売りたくないですね。はい、ということで、今回はハイラークの、まあ、作業場作成と、紹介と、いうことでした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。